崩壊降臨。目標を発見したようね。目標？私たちのターゲットってデザイアチームでは？オセアニア支部からの情報によると、その子がデザイアジェム。あの、私はウェンディです。説明させて。3年前にオセアニア支部で行われていた実験で、デザイアジェムがウェンディの足に移植されたわ。崩壊エネルギーの結晶を彼女の硬い骨と結合させることで、律者に匹敵するレベルの力を得られるのではと期待されていたわ。そう言われるとウェンディちゃんに巨大な力があるみたいだけど、今の彼女には難しそうね。ウェンディは当時オセアニア支部で最も優れたヴァルキリーだった。この世界で4人目の S 級になれると期待されていたのに、でも残念なこと彼女にもその力。私の力不足でデザイアジェムを制御できなかっただけじゃなくて、そのせいで両足とも動かせなくなって。どうしてこんなことに。なんで取り出さないのよ。これのせいでウェンディちゃんは車椅子生活なんでしょ。デザイアジェムは極めて不安定だけど、ウェンディの体内では安定しているの。結晶を保存するためだけにウェンディちゃんの体を器にしてるってこと。やりすぎ。ここでこの件を言い争っても意味がないわ。今はウェンディをハイペリオンに連れて帰りなさい。帰るの？でも私は車椅子だし動きにくい。グローニャはウェンディが足手まといだなんて思いません。重装ウサギ 19C 起動。これはロボット？一瞬で出てきたの？重装ウサギ 19C、 ウェンディを乗せてください。これなら移動も楽です。え？飛び上がった！すごい！ブローニャちゃんのロボットがこんなこともできるなんて。今度は私にも。キアナはお断りです。ザコどもいや、タッグチグッタッグスイッザコどもグッタッグハッグチほどにもないいやスイッタッグいやタッグハッグいやグッほどにもね。せい。ふっ。はっ。わたしのしもべとなるわ。いや。はっ。ふっ。ふっ。はっ。ふっ。せい。はっ。や。勝利は愉快なものに。この戦闘は勝たなければいけません。ついてきてください。私は片付けます。こちらです。早くこの戦闘。時間がありません。ついてきてください。ターゲット発見しました。周りの勝負を消しました。覚悟してください。任務クリア。次の場所に行きますよ。この戦闘は勝たなければいけません。
4分後には帰還できます。ウェンディが移動に影響していないことは証明できました。今日のブローニャちゃん親切ね。ブローニャちゃんのシステムに親切っていうウイルスでも侵入したの？あのブローニャお姉ちゃんありがとう。どういたしまして。ブローニャがすべきことですから。それとウェンディ、ブローニャのモモにある走行は見ましたか？ブローニャも昔とある実験で両足を痛めてしまい、しばらく車椅子生活でした。ですが最終的にこの外骨格走行のおかげで歩行能力が回復しました。すごい。私もいつかは治るってこと？自由に歩いて空も飛べるようになる。ウェンディならきっと大丈夫だと思います。セイフレイヤ学園に戻って足の崩壊エネルギーの結晶を取り出したら、ウェンディもきっと歩けるようになります。ありがとう。本当に優しいのね。崩壊を一掃することはバルキリーの責任です。私が片付けます。板に渡しておいてください。景色を見ている暇はありませんよ。急ぎましょう。やっ！装備だけに頼ります。どの戦闘も全力で戦います。